2016年に開校した N 高等学校では、角川・ドワンゴが作るネットと通信制高校の制度を活用した最先端の学校教育を展開してきました。そして2021年 S 高等学校の開校を機に始まる普通科プレミアムでは、バーチャルリアリティを活用した最先端の教育を展開していきます。新しく始まる普通科プレミアムでは、これまでの動画教材に加えて最先端の IT 教育を受けることが可能です。履修可能な6600本の教材のうち、コース開講時には約 35% にあたる2400本以上がバーチャルリアリティに対応します。2021年度中には過半数以上の動画教材が対応する予定です。バーチャルリアリティ教材をこれまでの動画教材と組み合わせることで、集中力とコミュニケーション能力の向上が期待されます。 VR を使った教育機関としては多分世界最大にはなるんじゃないのかなというふうに思いますね。全ての自分がいる空間や音とか含めて、その学習するべきことにそのフォーカスを置いたものになっているっていうのは、やはりその人の学習において非常に良い効果を与えるんじゃないのかなというふうに思ってます。学習時にはバーチャルリアリティ空間内にあるガジェットを活用し、学びを深めることができます。例えば自分でバーチャルリアリティ空間に 3D の図形を作成し、授業内容の確認をすることが可能です。これまで写真でしか見ることができなかった資料を 3D データで見ることができます。この 3D ガジェットは200アイテムを超え、ガジェット対応教材は1000本を超えています。画像で見るだけじゃやはりわからないことがあって、やっぱ実際のものに近いものがあると記憶の定着力って全然違うんですよね。 VR 世界上で手にして、やはりそれをまじまじと見つめるとかっていうことをすると、その脳に与える刺激っていうのは非常に大きいものになるかなというふうに思ってます。普通科プレミアムでオンライン学習している生徒は、動画教材とバーチャルリアリティ教材を組み合わせて学習します。すべての授業を VR 学習で行うわけではなく、2つの学習方法を生徒が自由に選択することができます。また2つの学習方法はシームレスに切り替わる設計で、必要な部分だけを VR で学習することができます。私たちはまずそのVR のものについては、自分たちの好きなタイミングで使ってもらう。例えばここで地球の話をしますよって言った時に、あ、地球なんだ、地球というものを取り出せばいい。自由にその授業してもらって、生徒たちがそのタイミングで使えるようにしたって感じですね。バーチャルリアリティ教材では、友達と一緒に授業を受けているような体験が可能です。これには世界初のタイムシフトアバターという機能を採用しています。ドワンゴが運営するニコニコ動画のような他の生徒との非同期コミュニケーションが実現します。オンライン学習時に他者の存在があることで、学習意欲の向上が期待されます。アバターでその友達がいますので、その友達がやっぱ反応しているのを見ながら、あ、そうだなとか、それから時にはそのガジェットって言って、ちょっと装置があるので、友達が、あ、なんか出してるなって分かると、あ、自分も出してみようみたいな感じで、あの、勉強できるということになっています。普通科プレミアムには、通常の授業以外に対話型教材もあり、全ての生徒が履修可能です。この教材ではAI を用いた英会話練習や会話練習、面接練習がレベル別で体験できます。いきなり人と話すのではなく、選択式の対話から課題を始められます。実際の面接のシミュレーションまで段階を追った学習が可能です。積極的に取り組める参加型の教材となっています。一番その高校生が身につけたい、でもちょっと悩ましいというふうに思っているものが、結構やっぱコミュニケーションだったんですよね。VR 上で、学校の友達であったりとか、あるいは、まあ、先生、あるいは、まあ、面接のトレーナーとかと雑談をする中でとか、対話をする中でコミュニケーションスキルが身についていくというような場ができたらいいなというふうに思っていました。絶対
際教科書じゃわからないようなものが見れて、今まで以上に学びやすかったです。授業に参加している感じがしてすごい集中できました。遊びみたいな感覚も入ってて、なんか楽しくできそうだなと思いました。ほとんど人と会話するのと変わりなく、実際の経験に生かせると思いました。新しい体験だなって自分でもとても感動しました。これらのように角川ドワンゴ学園ではバーチャルリアリティを用いた様々な最先端技術で、これからも新しい学校教育の在り方を模索していきます。この VR っていうのはですね、2年ぐらい前からもう VR 元年って言われて、すごく期待されてる割にリアルなアプリケーションが出てこない。これを教育に活用して教育で効果を出そうというチャレンジが今回の VR コースです。で、これはテクノロジーと教育、この両方が分かってる企業しかチャレンジできない。まあ、教育が今後どういうふうになるのかっていうので、僕はその VR と AI っていうのが2つの その重要なテクノロジーだと思ってるんですよね。で、今回僕らが作ったVR 教材っていうのは初めて その実用的なレベルになった、コスト面だとか実際運用面から起きて学習の中に取り入れてもいい最初の VR 教育のシステムだと思います。